金剣藁は、江戸時代初期に記された、鎌倉の旅行記、監視集。著者は不明であるが、林家周辺の人物と推定される。署名の、金剣とは、鎌の席次とも言う。漢字を、変や作り、その他の字格によって分解するもの。中国から伝わった漢学者の一つのスタイルである。藁は、こうと書くこともある。鎌倉における監視その他を書き留めた。 雑行の意味。書かれたのは万事二年と推定される。写本は伝わっておらず、世間に留布することのなかった基本である。著者は明らかではないが、江戸時代初期の儒学者、林羅山、その第四四輪、春徳の周辺のもの。おそらくは、林羅山の門人にして事務方、林屋の家し、今流に言えば事務局長のような立場にあった者が、林羅山の、 突然の死、そしてその法事等の事後処理を終えて、職を辞し、今で言えば、定年記念旅行のような感じで、鎌倉に旅し、かなりの長期間にわたって滞在していたと思われる。本書は、林春徳の蔵書であった。著者の主な目的は、鎌倉においての監視であったろうが、歴史資料としての価値はそのまし言葉書きであり、鈴木千歳の研究によれば、鎌倉の地形、 建物に関する記載では、この、金券藁ほど正確なものはないとされる。ありがとうございます。